グリエフスクのモンショーグリエフの共造、グリエフスクはロシアのカリーニングラード州西部にある都市。歴史的には東プロイセンに属し、1946年まではノイハウゼンの名で知られた。人口は2002年全ロシア国勢調査によれば1913人。州都カリーニングラードからは北東へ 7km の位置にある。13世紀にプルーセン人を征服した。 ドイツ騎士団により1262年にノイハウゼンの町が建てられた。16世紀の記録では、ムハウス、ネウハウセン、ニューウスなどの表記が見られる。コプロイセン後の地名であった、ローモ、またはラマワンは、聖なる森の意味で、キリスト教以前の聖地があったと見られる。1525年には、プロシア公領,領の一部となり、1701年には、プロイセン王国の一部になった。 1945年に第二次世界大戦が終わると東プロイセン北部はソビート連邦に編入された。すでに住民の多くはドイツ本土へ逃げ、残っていたドイツ人もドイツへ追放され、ソ連各地からの移住者に置き換わった。1946年、ケーニヒソベルクの戦いでソ連邦英雄となったもののピラウで戦死した赤軍軍人、 スチバン・グリエフの栄養を称え、グリエフスクと改名された。グリエフスクには石油生成所がある。町からカリーニングラード空港からは遠くない。またカリーニングラードから北東のソビエツクへ向かう道路と鉄道が通る。ありがとうございます。